今日は池袋でした。今日はですね、まあ朝はいろいろあったんですけどね、昼から、まあ朝いろいろやって、昼からあの池袋のカフェドクリエに行って、カフェドクリエに行って、まあ今日は2時ぐらいから、10時間ぐらい、昨日疲れてるから昼ぐらいまで休んでますか。それで、あの、あれですね、ずっと切ってて、カフェドクリーで。それで、アディタスの、あれをポイントで5560円、2、3回出しました。オリンピックが伸びた？まあ楽しみが増えたという言い方もできますね。例えば NIH も見てましたね。小池大臣出てる、ここに。ランタンを持つのは、東日本大震災の日に生まれた女の子です。そして、復興の日、天下です。ただ、もし、聖火が全国を回ることはありません。つい先ほど、福島県の内堀知事は、1年の延期、残念な部分もありますが、一方で、またここから新たなスタートが、内堀知事、ハトリコではお世話になりました。また来年もどうぞよろしく。行くと思いますか。埼玉と都道府県会館で開店されたばかりの東京都の小池都知事にリクルーティングしていきます。よろしくお願いいたします。まずは3つの質問にはいかいいでお答えください。1つ目、オリンピック1年延期でホッとした。先日ホッとしました。2つ目、延期しても開催に重要な会場は確保できる。終わりたいと思います。大変です。そして新型コロナウイルスの東京都の感染拡大についても伺います。東京でオーバーシュートは始まっている、専門家の方々によれば、あの今一歩踏みとどまっているけれども、
ことです。お答えいただいたことを元に聞いていこうと思いますけれども、まずその1年延期でホッとしたということに、これは答えイエスということですけれども、先ほど本当にワーストではないけれどもベターとおっしゃいましたが、ワースト中止ということも考えておられたということですか。まあ、このコロナウイルスの問題でですね、中国に始まって、それから日本に飛び火をして、まあ、それからアジアから今度はヨーロッパに飛び火をしたわけですね、まさにパンデミックになったということで、本当にあの悪の毒です。サンシスともに今日は上昇しています。ダウは1350ドル以上と大幅な上昇、ナスダックは398ポイント400ポイントの上昇、S&P500 は142ポイントの上昇となっています。はい、です現在ドル円相場ということを申し上げてまいりました。これは1年程度の延期ということを、この方針を今日 IOC のバッハ会長に伝えたわけですが、ということはこの3人の皆さんでは事前に、まあ、1年延期にしようねということを話し合っておられたということを聞きますが、いつ頃決まってたんですか。いや、あの3人が合わせてそう言ったというのではなくて、今日はバッハ会長と、そして安倍総理とのこのお二方の電話を媒介をしていたというのが、私森会長、そして橋本大臣ということなんですけれど、はい、まずは中止ということをお二方で確認をしたと、ごめんなさい、延期で、あの中止はないということをまずあの確認をされて、それから、はい、それからおおむね1年程度延期をするということを軸に検討を始めましょうと、まあ、総理の方から提言があって、それに 100% 賛成だと、それからだんだん具体的な話に進んでいったということですね。と1年延期というのは今日初めて質問を考えんで、そうですね、はい、それを決めているそうです。それに少しでお知らせというか、まあ、開催地としましてはやはり1年か2年かというのも大きな違いがあるんですね。アスリートの皆さんも実際にあの代表として選ばれている方、またこれから代表になるあのテストイベントあの方などにとってもですね、それはもう1年と2年ではもう大違いなわけですね。その意味では1年というのは2年よりも強かったというふうに思っています。そのまあ2年という案もあったわけですけれども、今年の秋か1年後か2年後、これ中でもこの1年後ということになったのはなぜだったんでしょうか。というのはそうですね、まあ、あのまず総理の方からのご提案があったということでありますけれども、はい、まあ、あのもう基本的に、このやはり開催国としてもですね、手前ということの方がいいというご判断だったと思いますし、この先よりは、はいはいはい、で時期については2022年夏までの開催ということですが、これ夏までと見ますと水泳や陸上の世界選手権があるんですが、ズバリ何月頃ですか。そうですね、まあ、あのそれこそこれからあの競技をしていくわけでありますけれども、でもあの大体その水泳の選手権、陸上選手権というのはある意味オリンピックファミリーのメンバーが主催って言いましょうか。そこは話もできるのかなと、まあ、想像はしているんですけどね。あの今年行われる予定だった7月頃にできるように、そこはまだ話ができるというお話があるということじゃないでしょうか。そして僕は2021年開催でも、名称は東京2020、はい、これは理由はどうですか。理由はこれはバッハ会長からのご提案でありました。2つ提案がありまして、1つは政府がそのまま日本に置くということと、それから